新年明けましておめでとうございます。マースケです。今年もよろしくお願いします。毎年正月はですね、正月用のお絵描きというのをしてまして、もう下書きはできたんですけれども、今から、ペン入れを始めるところです。まあ今からそうですね、何時間、4時間ぐらいちょっとかかるかもしれないんですけれども、まず、下書き終わって今からペン入れして、その後水彩で、色を塗って、完成させ夜にこうアップしようと思ってるんですけれども、というわけで、ペン入れをしていきます。で、僕が今ペン入れに使っているのはこれコピックの、0.5mm、 あとは0.1mm で、ペン入れをしています。で、まずはちょっと枠からですね、していきたいと思います。毎年正月って天気いいですよね。大晦日もあんまり雨だったことないような、 雨の記憶がこうないんですけれども、昨日もそういうわけでですね、大掃除してました。朝から、窓拭きして、その後、お風呂全体的に天井の方まで、洗って片付けして、あと夕方近くになったら今度はお部屋の、カーペットなんかを洗ってですね、きれいに掃除しまして、夜はテレビを見てました。で、いつも正月はまあね、正月っていうわけじゃないです、もうテレビ見てわはは本当こう笑ってる感じですね。はい。で、枠は、0.5mm でありまして、人物の方これちょっと小さいので、0.1mm の方で、ペン入れをしていきます。ちょっと緊張する瞬間なんですけれどもね。ペン入れはなんかこう息止めてやるので無言になっちゃいますね。
というわけで人物は終わりました。頑張って夜まで完成させたいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。